皆さんこんばんは、トットと申します。はい、というわけで、本日から、パズドラのゴッドフェスが、またまた始まりましたっていう3900万ダウンロードのゴッドフェスが始まったということで、新キャラ5体が入るということで、早速今回は久しぶりにゴッドフェスの動画を作っていきたいなと思います。よろしくお願いします。というわけで、ゴッドフェスをやる前に、私前も動画でご紹介したように、このスマートゲームっていうのを経由してから魔法石を購入するようにしているので、この何度でも 5% 還元なので、でもう3500ポイント貯まってるんで3500円分使えるんですけど、どうせだったら5000ポイントまで貯めてから使いたいなと思ってるので、まあ、ちょっとこれ経由で私はいつもやってるので、皆さんもぜひぜひスマートゲーム使ってみてください。課金する場合はですね、課金しないんだったら全然関係ないけど、どうせ買うんだったらお得にっていう感じでやってるので、私は。というわけで、イエーイ、85個分購入したいと思います。じゃじゃらー。魔法石が85個増えました。というわけで、気合を入れてゴッドフェス回していきたいと思います。今回狙うは新キャラ5体、デネポラ、アクベンス、アルゲディ、アルキオネ、ハマルと、このアンタレス、アルレシャ、カストルかな、ボルックスとスピーカーを持ってるので、あとはフェスゲンの赤オーディン、ヤミカーリー、それからこのエスカマリを狙っていきたいなと思っております。白くフェスゲンはちょっと大事なんで、赤オーディン欲しいなと思うね。新フェスゲンのフェンリルは特にまだそこまでなんか欲しいとは思ってないんですけど、まあ、出たらラッキーみたいな。星5だから出るかもね。まだね、赤オーディンと闇カーリーめっちゃ欲しいんで、あとエスカマリ人気なんで欲しいです。頑張っていきます。はい、というわけで、モンスターボックスの枠も少し開けてきましたので、早速回していきたいと思います。イエイ。いやー、久しぶりに回すからめっちゃドキドキする。やばい。おー。ちなみに、まあ、前回のゴッドフェスも、前回のゴッドフェス何が出たんだっけ？イエーイ！おー！スミレ！持ってないかも？持ってない！イエーイ！いきなりフェスゲン来たー！テンション上がるー！前回はね、何が出たんだっけな？今日対象じゃない人が出てますね。いけ！オッケー、幸先。あー、かぶってる、ボルックス持ってる。でもかわいい。レベル最大？レベル最大で出るの？オッケー、フェスゲン、赤オリン。あ、よく。あ、今日はあれか？裏フェスは、裏は闇ですか？レベル4。超絶超絶超絶アップ、対象外のフェス限定モンスターも通常確率で出現だって。じゃあ今日対象じゃないフェスゲンも出ることは出るんだ、通常の確率で。絶対出ないけど。さらにゴッドフェス対象モンスター最大レベルで出現、これはいいね、これはいいっすね。じゃあ引き続きいい感じ。よし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 。あー、やったー、カットル出ましたー。イエーイ、持ってない。イエーイ、久しぶりになんかゴトエスマスすごい楽しい、やばい。やったらはーい、みつきちゃん、
オッケー、お願いします。よし、オッケー、赤鬼来い。ソニア、そうだったら緑か青のソニア欲しい。緑か青のソニア欲しいわ。闇カーリー、闇カーリー、レンチャン、久しぶりにソニアレンチャンしたわ。おかしいな。頼む、オッケー。なんだこれ、フォレストバーン名前フォレストバーンってはい、これね、まあね、たまにはね、金メッキみたいなやつなのかな、あんま詳しくないけど、特に嬉しくはない金でした。オッケー、きた、闇狩り、ライラちゃんね、ライラちゃんありがとう。いい感じ、筋率がいいよ。デスゲン結構来てくれるんだけどな。あれ、これしかも今日対象じゃないじゃん、通常確率で出てるし、いける。だったらエスカマリ出ろし、マジでガディウス持ってるし。マジか、まさかの、お願い、調子いいよ。でも調子はいいけど、まあたまには人間に、誰誰かな行きます、ガチャラ、お願い、よし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 、読み替わり、持ってるよ、ビーストライダーさん。もうあと10回しか引けないじゃん。もう12回も引いたの、早いな、12回引いたの早い。12回引いて新キャラ2体が6分の1か。でも12回中2回だけ金なんで、6回に1回金ですね、あ銀ですね。6回に1回金だったらもう泣いちゃうわ。でもなんかフェス年率が高いイメージがありますね。引き続き引いていきましょう。進化した、進化したよ。ヤミカリカコリ、誰誰誰誰、あ新しい人たちだ、アクペンス、アクベンス、かわいい、なんかドラクエとか FF に出てきそうなキャラクター。もう一回、オッケー、闇カーリーか赤鬼、闇カーリーか赤鬼だから誰ですか、マリンライダーさん。あれでも持ってない、持ってた気がするんだけど、進化させたのかな。あと7回しか引けないじゃんよ。でもね、やっぱね、フェスゲームはね、星6狙いはね、賭け4倍の時じゃないとね出ないですよ。え、カンウ久しぶりに見たわ、星5カウン。あー、いっぱいになっちゃった。売却していきましょう。いらない、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 いらない。24,000、カウンも持ってる気がするんだよね。この子もいらない、あ、これ見つけらないでしょ、僕もいらない。全然残らんよ。ライラちゃん、残したのか。さようなら、ちゃってら。さようなら。怖いな。売却するのってさ、なんかドキドキしますよね。なんか本当に売っていいのかなってちょっと思っちゃう。行きます。
筋肉がいいんだよ。お願いお願いお願い。もう懐かしいわシルフ。ちょっとデネボラとかアルゲティとかアルキオネとかハマルとか緑とか青のソニアとか赤オーディンとか闇カーリーとかエスカマリとか出てよ。お願い出て。もうやめろってことなのかな。うわすんごい強そう。いい、あと4回引きます。やばいやばいやばい、マジで。ちょっとこれは想定外だな。ちょっと再起動しよう。再起動してきました。ということで引いてきます。あと3回。 OK。 あっかわいい、歩きようね。やったー、イエーイ。マシン推しですね。メテオチャージライトだって、かっこいい名前が。かわいい。あと2回。オッケーオッケー、再起動強い。あ、椿、やっぱ星5は出るんだね。椿は持ってるんで3体目です、ね、最後。やっぱ今回も赤オーディンと闇カーリには会えませんね。赤オーディン実装してないよね、うちの携帯。そろそろ1体ぐらい欲しいんですよ。私赤オーディンタマドラしか持ってないんで。終わりよければ全て。はい、というわけで2体目の歩きをねで終了。全部で何回引いたんだ ?22 回だね。22回、今回はゴッドフェンス引かせていただきました。が欲しい赤オーディンはやっぱり来てくれず、闇代わりの2体目はやっぱり遠く、対象じゃないガディウスが来て。ガディウスって主人公ですよね。あとはでも欲しかったカストルとアクベンスとアルキオネとかは来てくれて、あとはスミレちゃんも来てくれたので、まあ結果良かったかなって思います。というわけで、でもすぐ4000万 DL 突破してるんで、またゴッドフェス来るんじゃないのかなと思ってるんですけれども、引き続きまずは頑張っていきます。久しぶりのゴッドフェス動画でした。またねー。